日本遺産とは、私たちが暮らす地域には建造物や遺跡、伝統的な技や芸能など様々な文化財が残されています。それらは周りに広がる自然環境とともに歴史的な魅力や特色になっています。そのような地域の歴史的な魅力や特色を通じて私たちの国の文化や伝統を語るストーリーを日本遺産として文化庁が認定するものです。さあ、それではカムカムクラブの子どもたちに紹介してもらいましょう。は明治時代に作られたワインの貯蔵庫です。すごいですね。今から中に入ってみます。ここで使われているレンガとレンガを積む技術は鉄道を通すために作られた旧大日陰隧道と同じものです。最先端の技術をワインセラーに応用して当時の醸造家の意気込みを感じます。中はひんやりしていて気持ちがいいな。天井には古い新聞が貼られています。日付を見てみると大正って文字が見えます。宮公園は明治25年に宮崎幸太郎が自分の家に作った醸造場です。後に観光ぶどう園も合わせて宮公園と言いました。洋風な建物でとてもおしゃれです。白蔵は大正元年に白ワインをたくさん作るために新しく作られました。白ワインを作るところなので白蔵と言います。今は甲州市が公開活用していて、
ワイン作りの歴史を学べる施設になっています。始まりを感じる場所です。クラムボーンワインは100年の歴史を持つワイナリーです。建物は130年前に建てられたものだそうです。建地が古い農家みたいで、ワイン作りが昔から勝沼地域の地場産業だったことがわかります。これは他の生産地にはない特徴です。すごい、ワインが入った樽がいっぱいあります。ここはもともとぶどう貯蔵庫として使われているそうです。とてもひんやりとした部屋の中にワインが眠っています。そして大正9年に山梨田中銀行となりました。ここではワイン作りに必要なお金を地域のワイナリーに貸していました。そしてワインを作る手助けをたくさんしていました。
土蔵は銀行になった時に大切な書類などを取っておくために建てられました。レンガで作られていてすごく頑丈そうです。もっと昔は木で作られた吊り橋でしたが、コンクリートになったので車も通れるようになりました。この橋を渡って勝沼駅にたくさんのぶどうやワインを運んでいました。今から90年以上前の橋だけど、あんまり古い感じがしません。お寺の境内で栽培しているブドウの畑です。なんとこのブドウを使ってワインも作っているんです。作ったワインは大善寺に来た人が飲めるようになっています。まさにワインがたくさん作られている甲州市勝沼のお寺ですね。Thank you.
ここは明治35年に開通した旧中央本線のレンガ造りのトンネル、旧大日陰鉄道隧道です。この鉄道が通ったことによりたくさんのブドウやワインを東京に送ることができるようになりました。列車が通らなくなった今、ここは勝沼トンネルワインカールとして保存活用されています。Wow! Wonderful!構成文化財はたくさんあるので、紹介しきれなかった部分は写真で紹介します。どうぞ。大日本山梨ぶどう子会社関連資料。フランス都構成役所。明治10年と11年中往復記録。気候戦中日記。ぶどう山節およびぶどう山節走行。ぶどう栽培並びにぶどう酒醸造版本。明治12年産の日本ワイン。大黒天印海産ぶどう酒と海産エビぶどう酒。八印鉱山ぶどう酒。八印鉱山ぶどう酒販売宣伝用ポスター。牛久シャトー所蔵資料。神谷ぶどう園実測図。シャトー神谷旧醸造施設参道。牛久ぶどう酒各国博覧会受賞杯。シャトー神谷旧醸造施設醸造用具。神谷ぶどう園トロッコ軌道跡。宮公園資料。宮公園35ミニフィルム。メルシャンワイン資料館収蔵品。伝統あるワイナリー、原モアイン、丸藤ぶどう酒、勝沼醸造。勝沼のぶどう栽培用具、およびぶどう酒醸造用具。大善寺のワイン文化。馬の水飲み場。神谷稲荷神社。神谷伝兵衛墓地跡、および神谷沖縄記念碑。旧宮崎ぶどう酒造醸造施設。構成文化財ってたくさんあるんだ。これが全部日本遺産になっているんだね。すごいよね。甲州市の宝物だ。そして私たちが守っていかなければならないものだね。ね。うん。日本ワイン140年史
国産ぶどうで醸造する和文化の結晶。日本遺産を通して今まであまりつながりがなかった牛久市と交流するようになり、現在ではお互いのお祭りやイベントに参加しています。ワイン作りの黎明期に重要な役割を果たしていた漁師が再び共同して事業を行っていることは歴史的な縁を感じます。カムカムクラブの皆さん、紹介ありがとうございました。改めまして、おはようございます。おはようございます。それでは、早速スタッフ の, あの誘導のもと、バスの方に乗りたいと思いますので、お願いします。この大きな牛久シャトーとは、神谷伝兵衛さんが120年前近くに牛久醸造場として現在の茨城県牛久市に建設しました。お城のようなシャトーではぶどう栽培からワイン醸造、貯蔵、瓶詰め作業までの工程を一貫して行っていました。建物は建設当時のままなので、国の重要文化財に指定されています。はい、それでは牛久シャトーの相田さんです。今日ご案内いただける相田さんです。皆さんご挨拶しましょう。せーの、よろしくお願いします。皆さんようこそいらっしゃいました牛久シャトーに、甲州から結構時間かかったんじゃないですか。早かったですか。疲れましたか。今日はですね、皆さんと一緒に牛久シャトーの、今回特別にですね、通常公開していない建物、目の前にあります時計がついてる建物がありますけれども、あそこは本館って我々今呼んでいます。重要文化財とか日本遺産では事務室という扱いになってますけれども、一部屋一部屋ごとにちょっと見ていただいて、貴重な経験を積んでいただければと思っています。
今日は、少しの時間ですけれどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの、肖像画っていうか、これが牛久シャトーを作った神谷伝兵衛さんです。牛久シャトーへようこそ。わしは牛久シャトーの創業者神谷伝兵衛と申す。皆様にはぜひとも当時に思いを馳せながら牛久シャトーをじっくりと堪能していただければ幸いだ。はい、今はですね、創業者の神谷伝兵衛、が、まあ、没後今年、去年ですね、亡くなって去年ちょうど100年目を迎えた、迎えました、それで今年はこの建物が9月に120周年と120歳を迎えるということで、去年に引き続きですね、いろいろなちょっとイベントができればなと思っています。では次ですね、この2階に上がっていただくんですが、皆さんには今日は主賓用の階段を使って上がっていただきます。120年前の建物ですから、いまだに鍵はこれを使っています。はいね、じゃあちょっとご案内しますね。で今皆さんがですね、いらっしゃるこの、本館2階大広間、ここは明治時代、大正時代のその政府のお偉い方、あと財界、まあ会社のですね、日本全国のそのお偉い方がここにこう来て、まあ、ワインパーティーを開いた場所でもあります。でこの部屋ですね、この部屋の正式な名前っていうのは右上にあります、秘密閣というのがこの部屋の正式な名前です。要するに神谷伝兵衛翁に、まあ、尊敬しておりまして、この部屋の住み心地っていうのを蜂蜜に例えてくれたんですね。うん、要するに天井が高くて、部屋の広さも40畳以上ある、この部屋の中で要するに蜂蜜のような住み心地のいい部屋だねということが一つで、もう一つは、偉い方が来て、ちょっと内緒の話をするということで、秘密の話をする部屋と、そういう2つの意味を持たせていただいて秘密閣というような名前にしてくれたようです。奥に見えるのが醸造場、まあ、大きな樽1000リットル入る大きな樽とかも26個並んでますし、地下で行くと地下セラーがあって、本当に、まあ、この間高校生をご案内した時はなんだディズニーかよって言われちゃうぐらい、なんかちょっとホーンテッドマンションのイメージがちょっとあるみたいですけど、そういうものがあります。で、こちら左手側には、今レストランになってますけど、昔のワイン貯蔵庫があって、この3棟を合わせて、国の重要文化財、日本遺産近代化産業遺産という建物になってます。まあ、もう来年で一応ここは今年の9月で120年と、あとまた次のね100年に向けていろいろとまあ、残していけるように頑張っていきたいとおじさんたちは思っています。はい、今日はねみんな短い時間ちょっと分かりにくい説明もあったかもしれないけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。今からですねちょうど8組8組の家族になりますので、家族に1台タブレットの方を渡しいたします。タブレットを持ってまずは牛久シャトー、いろんな撮影スポットがあると思います。はい、なので親子で選んでぜひ素敵な写真を撮影してきていただきたいと思います。それでは、はい、ぜひ残りの時間楽しんでいきましょう。楽しみです。はい、よろしくお願いします。
楽しかったね。また来ようね。バイバイ。